インパクトの中にしっかり入れているのがいいです。はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber 三一部の鈴木健一郎です。今日はパンチを早く打つコツ、早く打つ練習方法っていうのを紹介してみたいと思います。パンチを早く打つっていうのはやっぱりこう神経系のトレーニングになりますので、こう何かこうサンドバッグをガンって打つとか、まあ、そういったトレーニングというよりもこう俺は早く打てる、早く打てた、そういう成功体験をこう積み重ねていくことが早く打つコツにつながっていきますので、まあ最初1個目ミットでやってみたいと思います。まあミットは同じミットなんですけど、じゃあ今日はちびっこボクシング教室初級教室に参加している一心くんにちょっと打ってもらいたいと思います。はい、挨拶。今日から俺は YouTuber 小学生の一心です。よろしくお願いします。はい、じゃあちょっとやってみますね。はい、構えて、できるだけ早く、はい、ワンツー、もっと早く水に取って、はい、もっと早く息吐いて、そう、自分で早く打つ、早く打つって思って、はい、ナイス、もっと早く打てよ、よし、いい感じや、もっと早く打て、そうそうそう、OK、 はい、こんな感じで、ね、もうスピードを意識する。で、音もバーンといい音鳴らしてもらって、ね、お、俺早く打ててるっていう成功体験を積み重ねていくことで、だんだんとパンチは切れていきます。スピードが乗っていくようになります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。じゃあ今からパンチのスピードを上げる練習をやってみたいと思います。用意するのは550のペットボトル、ね、これに、水をね、大体1、2、3、4、5分の1ぐらい水を入れてもらいます。で、多すぎても少なすぎても、まあ、5分の1ぐらいがベストだと思います。これでこれを持ったままシャドーします。だからこれね、僕は天然水がすごくおすすめなんですけども、適度に柔らかいんです。なんで打った時にしっかりとクッと握り込む感触が味わえると思います。パンチっていうのはやっぱりこうね、当たる瞬間にグッと握りしみます、握り込みますんで、このイメージとよう似てます。で、この練習うちでは高校生みんなやってもらってるんですけども、彼、7年前に京都府はもちろんね、近畿大会でも敵なしの高校生としてこう活躍してくれてたんですけども、まあ、そんな彼も高校3年間ずっとこの天然水を相棒に練習してましたんで、ちょっと当時を思い出しながらやってもらいます。どうぞ。インパクトの瞬間にしっかり握れているのが音響でも分かると思います。はい、 OK、 じゃあ離して、はい、離して持っていいですか。はい、OK です。はい、じゃあ一言お願いします。僕はこれを高校3年間続けてきて、まあ、握るこう大切さがよく分かったんで、これのおかげでパンチのスピードとキレと強さがついたんで、すごいいい練習でした。ありがとうございます。